だから今日のサッカーは俺が攻撃でちぎりがキーパーな。こないだ約束したじゃんかよ。何言ってんだよちぎり。今日はちぎりがキーパーやれよ。俺いつもキーパーばっかでもう嫌だよ。まあまあ二人とも落ち着いてよ。みんなで順番でポジションを交代していけばいいじゃんか。そうすれば平等に遊べるだろう。いや、俺はキーパーは絶対にやりたくないね。だって俺は将来世界一のストライカーになるんだぜ。キーパーなんかやってられねえよ。あのな、潔、そうやってキーパーを下に見るような発言はやめろ。キーパーがいるおかげでサッカーのゲームが成り立っていることを忘れるなよ。まったく、もうなんでいつもこの二人は喧嘩ばかりなんだ。たまには仲良くしてくれよ。僕はただみんなと楽しくサッカーがしたいだけなのに。たくしゃあねえな。それじゃあどっちがキーパーをやるかサッカーで勝負だ。ああ、望むところだ。ボコボコにしてやるよ。まったく二人とも幼稚園児なのにどんだけ血気盛んなんだよ。まあ世界一のストライカー目指すならこのくらいがちょうどいいのかな。